さあさあ皆様お立ち会い、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。デュエマストレージアサリです。今回はツタヤでデュエルマスターズのカードを1枚11円で34枚購入してきましたので紹介していきます。どんなカードを買ってきたのか気になっていただけた方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンでチャンネルを応援していただけると嬉しいです。皆さんが見つけた掘り出し物のカードをぜひコメント欄で教えてください。動画の最後に今回購入してきたカードの相場の合計金額を載せております。ぜひ最後までご覧ください。それでは非文明で購入したカードから紹介していきます。ゴゴゴブランドマスターレアシークレット DMRP06 ツインパクトシリーズ第2弾逆襲のギャラクシー万国札に収録されたものが2枚。以上で非文明で購入したカードの紹介を終わります。続いて自然文明で購入したカードを紹介します。トレジャーマップレアドラマティックカード DMR14 ドラゴンサーガ第2章暴流ガイグレンに収録されたものが1枚。蛇蹄類五竜目ドミティウススーパーレア DMR14 ドラゴンサーガ第2章暴流ガイグレンに収録されたものが2枚。以上で自然文明で購入したカードの紹介を終わります。続いて水文明で購入したカードを紹介します。超宮城コーラリアンスーパーレア DMRP06 ツインパクトシリーズ第2弾逆襲のギャラクシー万国札に収録されたものが2枚。アイアムスーパーレアシークレット DMRP02 デュエルマスターズ新第2弾マジでバットなラビリンスに収録されたものが2枚。インビンシブルテクノロジーベリーレア DMX16 超王道戦略ファンタジスタ12に収録されたものが2枚。以上で水文明で購入したカードの紹介を終わります。続いて光文明で購入したカードを紹介します。流星霊ウィズダムフェイスホイル DMD32 マスターズクロニクルデッキ2016精霊王の創生に収録されたものが4枚。共鳴の精霊竜サザンルネッサンスベリーデア DMEX06 絶対王者デイキングパックに収録されたものが4枚。王家の精霊ネヘステーベスーパーレア DMRP02 デュエルマスターズ新第2弾マジでバットなラビリンスに収録されたものが2枚。以上で光文明で購入したカードの紹介を終わります。続いてレインボーカードで購入したカードを紹介します。石膏銀サハランレッドマジックベリーデア DMRP10 ガチャレンジシリーズ第2弾青木キャプテンと漆黒の大万歳に収録されたものが4枚。無限王破壊デストロイヤーベリーレア DMR04 エピソード1ライジングホープに収録されたものが1枚。マナの長老縄文 G 隠れ派マナ隠しベリーレア DMRP09 ガチャレンジシリーズ第1弾新ゾーンガチタン超ガチャレンジと俺がオーラに収録されたものが4枚。審判の彩り希望キーボードアクセスベリーレア DMRP11 ガチャレンジシリーズ第3弾ゼロバースマジ起こせジョルネードヘブンに収録されたものが4枚。以上で購入したカードの紹介を終わります。今回も動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございます。今回購入してきたカードの相場の合計金額はこちらのようになりました。この動画でストレージを探すことに魅力を感じていただいた方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンでチャンネルを応援していただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。